皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。先日2月26日にフロリダのオーランドで c パックが開催されました。その時にトランプ大統領が記者の質問を受けています。だいたい10分ぐらいの動画がありましたので、カイツマンでご紹介したいと思います。項目は8個あります。まず一つ目ですが、トゥルースソーシャルについてですが、こちらは 100万人に近づいているとおっしゃっていました。二つ目、ウクライナについてです。ウクライナのゼレンスキー大統領についてですが、彼はこれまでも多くの勇気を示している。そして彼の勇気を称えていました。三番目、C 国は非常な大きなプレイヤーになっている。トランプ政権下では、 四国に対してシャットダウンする政策をとりましたが、梅田政権下ではオープンになっているとお話しされました。四つ目、不代理の不正についてです。p 州ではかなり動きが活発化しているということでした。そして何が起こったのかを私たちは知る必要があるとおっしゃっています。五つ目、北朝鮮についてです。 北朝鮮のキム・ジョーンとはとても仲良くしたと。そして彼らが何を持っているのかというのはトランプ政権は正確に知っているとおっしゃっています。6つ目。アフガニスタン撤退について。このアフガニスタン撤退というのは史上最も発べきことの一つである。これがなければ今、ウクライナで起こっているようなことは起こらなかったであろう。 そして習近平国家主席はこのアメリカが850億ドル相当もの武器と兵士を残してアフガニスタンから撤退したこの無様な姿を見てなんとアメリカは無能だろうと思ったに違いないとおっしゃっています7番目同様のことが台湾で起こるだろうとおっしゃっていますオリンピックが終わり昨日爆撃機が飛びました トランプ政権では決して起こり得なかったことだろうと。その理由を本に書くつもりだとおっしゃっています。8番目、プーチンへの制裁です。まだなされていないけれども、大事な大きな制裁とは何ですかという記者の質問に答えたものです。この非常に厳しい制裁というのはまだある。それは何かというと、国の銀行システムを破壊することである。 そうで何千人もの人々がこれで死ぬ可能性があり、他の国にも広がる可能性があり、世界中に広がる可能性があるでしょう、とおっしゃってます。そして記者が、梅田政権が今やるべきことは何だと思いますかという質問に対してですが、トランプ大統領は、アメリカは最も大きい原子力を持っている。ロシアも ほぼ同等の原子力を持っている。中国も5年遅れてはいますが、非常に大きな原子力を持っている。とおっしゃって、インタビューを終えています。以上、カイツマンデです。こちらは動画の URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひあのご覧になられてみてください。それではまたありがとうございました。